私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。キンプリ永瀬角にとって、京都はどんな街ですか？花子、編集部コメント。昨週、時代劇ドラマの撮影で京都に通い、京都が好きになったという永瀬さん。ドラマの収録で多忙な中、気分だけでも京都にトリップしてもらおうと花子の京都特集取材チームが現地で買い集めたグズをスタジオに持ち込み、永瀬さんに自由に触ってもらいながら撮影することに。うちは京都の風景のトランプ、京都タワーモチーフのボール券、金閣寺の置物、修学旅行でよくお土産に買うやつです。など、ややストレート、いやベタとも言えるお土産も、永瀬さんが持つと、絶妙なシャレ感のあるビジュアルにアップデート。もちろんカメラマンはじめスタッフは、それを狙って吐いたのですが、こちらの想像以上に永瀬さんの、プロップ、小道具、を物にする力、に、感尽くしました。最後は、絵はがきに京都タワーボールペンであれこれと試し書き。永瀬さんからもし京都の絵はがきが届いたら、いいですよね。永瀬廉、キング&プリンス、コメント、インタビューより抜粋。旅をするときは計画を立てたりしない。気の向くままあっちへ行ったりこっちへ行ったり。新旧の文化が共存する京都の街並みが好き。お寺へ行くと体中の空気が入れ替わるんです。心や体にふっと空気を入れてくれる。僕にとって、京都は整う街。本郷では、京都を特集し、注目エリアの解説や、お土産リストなどを掲載。永瀬は、気分はもう京都。と題してガイドブックを見てお茶を飲みながら京都を訪れるとしたらどんなことがしたいか空想の旅プランを立てる。主演ドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から、で、織田信長のクローン高校生を演じていることから、京都とゆかりが深くなってきたという彼は、その魅力について、僕にとって、京都は整う街、とインタビューに答えている。キング、リンチェの永瀬角がライフスタイルマガジン、アナコ、ハナコ、表紙とグラビアに登場をするする。同誌では、365日楽しい街、京都、特集として伝統を息づく町屋をモダンに改装した空間でいただく旬の食今注目の新店が続々登場し盛り上がりを見せている河原町松原エリア、解説食作家のお土産リストなど旬の情報の他京都の食材や神社仏閣などを通じてわかる京都の一年の魅力も大解剖。京都の和菓子についても16ページの大ボリュームでお届けする。表紙を飾ったのは、3週連続ツイッタートレンド1位に輝くなど、話題を呼んでいるドラマ、新信長後期からクラスメイトは戦国武将から、で、主演を務めている永瀬廉。今回の役柄が織田信長のクローン高校生で、また大人になってから、京都、と、ゆかりが深くなってきたという永瀬には、気分はもう京都。と題して、次回京都を訪れるとしたらどんなことをしようかとガイドブックやお茶を飲みながら空想の旅に出かけてもらった。京都を整う街という永瀬が街の魅力や旅の醍醐味について語ったインタビューに注目だ。まる私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。